皆様こんにちは、ストリートファイター5の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうという形でございまして、現在の LP は3512という風になっております。相変わらずキャラパックさせていただきつつ4000を目指していきたいんですけれどもですね、まあいろんなキャラを使いつつ4000を目指すのはなかなか大変だなと、これどんくらい時間かかるんだろうなという風にちょっと思っているんですけれどもですね、まあでも逆に言うとですよ、まあここまでキャラクターを変えていて、まあ一応ですよ、一応3500は維持できてるじゃないですか。まあそんな自分にはちょっとだけ褒めてあげたいですよね。よう頑張っとるだと、一応平均3500あるぞと。まあこれをね、でもキャラのアベレージを上げないと4000まではいけませんからね。少しずつ伸ばしていきつつ、さあ今回はダルシムからスタートという形になっております。まあ最も使えないキャラクターの一人ではあるんですけれどもですね、まあダルシム、ララ、それから誰だろうな、あと 2,3 キャラですね。その辺がかなり厳しい。逆に結構練習したチュンリーとかは今自分の使える度的には中堅、大体 LP3000 ぐらいの強さにはなってるのかなというところですね。だからまあダルシムを使い続ければって感じですけれども、まあ見ての通りですよ、こういうキャラじゃないですか。これはねやっぱりね、結構ね特殊な適性が必要になってくるんですよね。いわゆるその格闘ゲームの中で色物キャラと分類されるキャラですから、まあこうやってしっかりとワープができればいいんですけれどもね、ワープもちょっと練習しました。よくねコースっぽ抜けるじゃないですか、これが致命的なんですよね。自分のダルシムの最大の弱点というところです。まあいろいろねやっていけたらというふうに思っております。まあどれもやることもね、まああんまりないのかなと。ほらさ、入ってきませんね。ダルシムはあんまり、アウチ、もうこれ以上やることもないのかなっていう感じなんですよね。ダルシムについて話すこともないよみたいな。まあダルシムはちょっとショック受けるでしょうけどね、レインボーミカの時のように俺のことは話してくれないのみたいな。でもダルシムには大丈夫、サリーさんがいますからね。サリーさんっていうのはダルシムの奥さん、インドステージの後ろの方でパピーとか言っている女です。可愛いんですけれども、まあダルシムの嫁っていう時点でね、もうどうなのかなと思いますよね。さあ相手の方はまあ竜とかでしょうね、うん、まあ竜とかでしょうね。ああ竜だろうな、竜はいいですよ。このゲームについて、勉強する上では最もいいキャラ、そして簡単で戦いやすい、勝ちやすいというキャラですからいいと思いますけれども、まあでもそれにしても多いですよね。とりあえず竜って人なのかな、それともやっぱ勝てちゃうからなのかな。いいと思います。まあこの組み合わせね、ダルシムの方が多分有利なんですが、少なくともねこの LP 隊ではそう感じるんですけども、まあ、昇竜をバンバン打ってくる相手の方に対して痛いお仕置き入れるのかですよね。その辺がちょっと怖いのかなと。あほらこれですよ、おいしい。まあ入れないよりマシでしょうね。出ない、あー危ない、あー安いけど入れないよりマシ。あー失敗した、よかった、やばいやばいやばい、やばい、すっぽ抜けるな、練習でできてたのに。ああ固まりましたね。なんかあれあれですよね、宇宙に放り出されたカーズ様みたいですよね。そして考えるのやめたしき。うわミスった、もう出ないんだけど、よしミヨーン、やべっち、けい、負けます。おいだ、あだだだだだだ、あだ、おい、あだだだだだ、もう、よかったー。いやー、ヒヤヒヤしながら投げ抜けしちゃいましたね。
あそこで真空波動拳は実はありな選択肢かもしれませんよね。というのも炎の中に放り込んだらこっちとしては基本的にディフェンシブな行動は取らないんですよ。まあ昇竜拳はしょうがないぐらいな感じでガンガン攻めちゃったりすると思うんで、そういう意味ではあれをやるしかなかったっていうところはあったのかもしれませんね。いやでもですよ、なんかストワイプが出てから1ヶ月強ぐらいかなというふうに思うんですけれどもですね、うわ強い方なんかアケコンが常にテーブルの上に置いてあるんですよ。まさかねこういう感じの生活にまた戻るとはちょっと思いませんでしたよね。まあストワイプ出たらある程度やろうかなとは思ってましたけど、まあありがたいですよね。やっぱ格ゲやってる時楽しいんで、なんかこういう状況であるのは。しかしこの相手難しいですか。5500ってことはなんとかゴールドですよね。あそうだスーパーゴールドだ。これは大変。これどうするべきなんだろう。あーマジか、練りすぎでしょこれ。さすがにおい、おいふざけんなマジ、なんで投げてくんだよ、おかしいだろ、もうなんだよお前、お前、お前最低、それまでジリジリしてたのに。少しそこはさ、いやいや別にルールとかないよ。そういうのないですけど、すいません俺もルール違反しちゃった。やりまーす。よっしゃ、あ、終わった。うわっ減る。ちょっとなんで鎖骨になるの。もうボロボロだった、どうしようもないな。いやでもなんか結構戦えますね。ネカリ、いやまあ竜が強いっていうのはあるでしょうけどもね。うわ次ネカリか。ネカリはですね久しくやってないですね。ちょっと練習しましょうか。ちょっとこれ練習しないといけませんね。がっつり練習してきました。あーやべえ、もうなんでキャラ被るの。何回も何回も LP も大体のところ22差ぐらいですからね。なんでこんなキャラ被るんでしょうね。ありがとうございます。本当に自分が使っているのは白い方です。皆さんこれ分かりやすくていいですよね。白い方でございます。練習がっつりやってきましたからもう大丈夫です。実に30秒ほどやってきました。だってすぐ対戦入られちゃったし。やべえ全然分からん。すげえ丁寧にいきますよ。安すぎる。マジか。キャラめちゃくちゃ口数減りますね。いきなり唐突。
またやつだ。台形からスタートね。分かってますよ、練習しましたからね。よかった。今ですね、最後クリティカルアーツをぶっ破しようとしました。なんでかっていうと、最後削りで倒せるからですね。勝てていい、よかったです。しかしまたやるのはネカリです。なんでこんなにね、同じ回でキャラが被るんでしょうね。絶対ネカリが今の流行りのキャラとかじゃないんですよ。まあでも勝ててよかったですね。あ、ファンか。今回ちょっとレアなキャラが多いですね。この試合どうなんだろう、ちょっとわからないな。ファンっていうのはやっぱり特殊なキャラ体が必要なキャラになってますからね。ちょっと考えなくちゃいけませんよ。ファンのあのラッシュをくぐり抜けるために、何をすればいいんだろう、何をすればいいんだろう。あ、この曲でもね、好きな方が多いでございますよね。ファン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 ファーンっていう曲ですよね。グラウラー。まあとりあえずふんわり戦ってみます。まず1回目、これで体力差的にどうなんだろう。確定じゃない、安いんだよな。コンボルートが違うんですよね。中継しゃがみ、中パンですよね。おいしい。投げ、ポン、ミスター。すいません、相手の方。ほうほう、ほいと。だんだん思い出してきましたね。さあそしてファンの襟が揺らめいてて素晴らしい。毒ですの、おいしい。すいません。マジか、そこでガードできる。パンチかよ、まあね。あ、使っちゃう。いいですね。やってない。マジか、ごめんなさい、失敗しました。今中段やろうとしたら後ろため前になっちゃいましたね。やっぱため技があるって難しいことだな。めっちゃカウンターヒットしたな。これピオルよ、ケイ。うわ、負けそう。あ、ごめんなさい、見つけた。怖かったよ。かっこよく決めたかった。怖かったよ。このような毒に我を犯すことはできない。ない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 、かなわない。ないないか。うわ、ファンか。久しぶりだな。練習します。今回何勝何敗でしたっけね。これが確か5戦目だっていうのを覚えてるんですけども、またネカリか。何なんだこれマジで、何なんすか本当に。またネカリに帰ってくんですの。私、まあいいですけどね。いや、同じ方じゃないです、多分。多分ですけどね、 LP が違うんで名前覚えてないんだよな、色も。まあいいや。え、さっきでもファンの方普通に勝てちゃったからな。しかも LP 自分より高いのに。まあでもこれきつそうだな、どう考えても。いや、え、これどうすんのマジで。
てててて、なんでなんで今の省力拳え、今俺こっちが動いてないのを確認して、相手の方がディフェンシブに動くかと思ったら、いきなりの省力拳で驚きましたね。え、これきっつ、どうすんだろう。それはにわかな自分のメカリに勝てたわ。どうしたらいいか分かんないですね。これうわ減る、うわ何入れればいいか分かんないな。とりあえず話しましょう。うわーしっかりバレてましたね。あれやべ、あ確定でした。ダメだこれ、どうすればよかったんだろう。え、これどうすればよかったんだろう。まあ対空待ちをしている時に相手の方が飛んでこなかったっていうのはまあ一つ大きかったのかなっていう。あととっさのやっぱ連続技がちょっと分かりませんでしたね。強肩入った後しゃがみチュパンキャンセルの相当じゃたらっていう風に練習はしてたんですけども、やっぱりいざとなるとできないっていう感じで、まあ、ちょっと今回はねネカリに始まりネカリに、あ、まあダルシムか、最初はダルシムですけども、ダルシム竜ネカリネカリファンで次もまたネカリと、なんかすごいですね。結局スト4の頃にやってたランダム企画って言ってもランダムキャラ選択にもかかわらずキャラクターがすげえ被ってたんですよね。ガイとか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 だったんですよ。10回やったうち4回ぐらいガイだったことがあったような気がするんですよ。でもやっぱり人に委ねても、このゲームで対戦相手の方に委ねてもこんな形でキャラは被るということで、次回もネカリやっていきたいと思います。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。